はいどうも、翔平 TV です。皆様、明けましておめでとうございます。新春企画ということで、去年もね、行いました1月3日、千葉県船橋市にある前原スポーツさんです。で今回こちらのお店で、またグローブをね、新たに購入したと思います。はい、前回はこちら、ハイゴールドのグローブを1月3日、去年購入しまして、こちらで、で今すごいいい感じの型になって、もうみんなグローブこれちょっと欲しいんだけどって言ってくれるぐらいの、もういいグローブになっております。今回はそれぐらいのいいグローブを探していきたいと思います。試合用じゃなくて、実は試合用です。実はあの試合用のグローブを、ガチなかっこいいグローブを探しに、はい、もうね目星つけてるんですよ。それがあればいいんですけど、あったらもう即買いでいきたいと思います。それではいきます。はい、ではまずグローブを見ていきましょうか。去年もね見たんですけど、やっぱこうグローブ入れ替わってると思うんで、ちょっと増えてるのあるよ。この辺とか詳しくは前原スポーツさんのインスタ、ツイッターをご覧ください。小林運動部、それね、ピッチャー用ありましたっけ。珍しいよね。限定かな。セール対象外、てっぺんですね。てっぺんのグローブ、こちらはやっぱね人気の純慶、うん、伝統のグリス、最近結構人気ある、人気、純慶のグローブ、うん、はい、やっぱジームス、あのこの間動画でジームス出してましたけども、うん、ピッチャー用もやっぱかっこいいですよね。色が鮮やか、ウェブかっこいいんだよね。東京タワー色的にも、色的にね、色もね東京タワーっぽい、うん、で、湯もみ加工済み、お値段39,800円。はい、ごめんなさい、あのあんまりほんとグローブわかんないんで、あ、ありました、かっこいいですねしかできないですけど、説明はあの平井さんにやってもらいます。上行くとアトムズ、それ限定じゃない、限定いいんですかこれ、うん、すごいこう、こうなってますよね。アトムズ限定じゃない、ライトコルク限定ですね。ブラックラベルだよ。ちょっと入れていいですか。なんか書いてね、プロデュースバイ誰、あ、D D 一人しかいない D、プロデュースバイ D 大輔、大輔さん、お会いしたことありますよ。はい、こちら外野手の公式用ですね。わーっときまして、はい、こちらですね。こちらあの、ね、おすすめ、おすすめ、おすすめ、はい、純慶グローブ、これピッチャー用のイメージだったんですけど、外野手もあったんですよ。こちら公式外野手用のブラックターン右投げ天然比較49,000円プラス税、大きいアラミドステッチですね、これはね。見てください、ほら紐にステッチしてあるとすごい。しかもこっちはしてない、この上の、うん、この部分だけ、そこの部分が一番強度が必要だって感じる部分。なるほど、切れやすかったりさ、うん、うん、これをすることによって強度が増すって、うん、強度が増すと。でこう見ていくと、やっぱり気になっちゃうのが、やっぱこう下行ってください。はい、小林ですね、やっぱ小林ですね。小林、はい、小林です、ね、小林さん、小林、はい、小林運動具店、これですね。これやっぱこれ気になりますね、やっぱ。お、これこの間動画出したんですけど、あの松本くん、サポートメンバー松本くんが使っているグローブと、うん、ほぼ一緒なグローブです。これこのヘリカワが金色っていうのがやっぱゴージャス感を、あの松本くん言ってましたけど、やっぱ大きくて深いグローブ、うん、深いミットなんで投げやすいらしいです。ビタ止めください。どうですか。おお、ぽい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 。もう今この辺ちょっと今節今ガタガタしてアップ不足だね。アップ不足です。これそれこれか、これそれそれこれね、それヒレヤさんが気になってるグローブらしくて、はい、スラッガーのね軟式限定グラブ、品番が KSN の SJびっくりマーク I だな SJI ね、 W3422 の F オレンジの L 22,800円プラス税。お、はい、こちら平井さん、このお買い上げですか。まず悩み中、あの平井さん買う前にちょっと、あー型崩れはしないようにします。しまあ湯もみ加工済みなんで、そう、どうですか、イメージできますか。じゃあ、ひなさん購入ということで、マジで、はい、
イクラインさん購入したということで、こちらを、今見てる視聴者さんにプレゼント。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた切れ玉で